乗客106人と運転士が亡くなった尼崎の JR 福知山線脱線事故で、 JR 西日本が事故車両を保存する施設の整備に向け、遺族などに意見の聞き取りを始めたことが分かりました。2005年4月25日、 JR 福知山線の塚口尼崎間を走行していた快速電車が脱線、マンションに激突し、乗客と運転士合わせて107人が死亡、562人が重軽傷を負いました。 JR 西日本によりますと、高砂市と大阪市の倉庫などに仮置きされている事故車両の保存施設の整備に向け、慎重かつ丁寧に検討したいとして、先月下旬から担当者が遺族などに意見の聞き取りを始めたということです。 JR 西日本は去年の説明会で、事故車両について7両すべてを保存し、社員の安全教育のために活用する方針を示していました。事故現場をめぐっては、およそ3年かけてアンケートを行って方針を決め、去年車両が衝突したマンションの一部を保存し、追悼施設祈りの森を整備、今年4月にはこの施設を会場として事故現場で初めての追悼慰霊式を開きました。